白岩会計の白岩です。よくお客様からご相談されるのですが、事業に関して出たレシートや領収書、請求書はノートに貼り付けしておくんですかと言われます。人によって様々ですけども、私は貼らない方法をお勧めしています。レシートをノートに貼っても、特にそこで、綺麗にはなるんですが、それ自体で、付加価値が生まれるか、売上につながるかというと、そういうこともありません。その綺麗にしたレシートをその後見るのは、会計事務所の人か税務署さんになりますね。税務署さんは綺麗に貼ってあれば印象はいいかもしれないですけども、それで税金が安くなる、税務調査で、追徴の課税、税金が見つかって税金が安くなるということはありませんので、そのようなノートに貼るというような手間は、省略して、ぜひ売上に使う、売上につながる活動をしていただきたいと思います。そのように時間は効率的に使ってくださいと私はよくお勧めしています。ですので、レシートは紙に貼らなくてもいいというのが私の意見です。